天才ピアニストの深夜おでんどうも皆さんこんばんは天才ピアニストの竹内です松見です今日は なんと、ありがとうございます。提供希望券頂出しております。ありがとうございます。くず中のくずさんからでございます。はい。竹内さん、ますみさん、いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。僕は最近深夜お電話を聞き始めたんですが、やっと追いつくことができたので、提供券の方を送らせていただこうと思いました。うん、僕には付き合って2年半の彼女がいるんですが、うん、ほぼ毎日寝る前に電話をしています。最初は良かったんですが、日が経つにつれて、ちょっとずつめんどくさくなってきてしまいました。うん、彼女が嫌いなわけではないんですが、次の日も仕事とかを考えると正直しんどいです。うん、恋愛マスターの あすみさん、恋愛仮免許取得中の竹内さんは、毎日の電話について、どう思うのか聞きたいです。うん、お二人のこれからの活躍を心より願っております。ということで、まあ、私は仮免というかね、うん、教習所を休んでいる。なるほど。通おうとはしたことは。ね <laughs>、通おう、その前まで、行ってねって、外観を見て。<laughs> 引き返した。はーはーはーは。なるほどね。ということでまた今度。<laughs> 家であの <laughs> 寝ている。寝ている。うん、布団をかぶっている。うん、そういう状況でございますけれどもね。睡眠状態。睡眠 <laughs> 状態だったらもう復帰復帰無理やんかいさんた。睡眠スタイルで。睡眠スタイルでじゃあもうね。どうですか、マスミさん。このお電話お付き合いしてるまあはい、彼氏とお電話されてたことなんかはあるんでしょうか。いやそうですね。はい。あのー、電話はしますよね。毎日とかしてた時あるんですか。 えなんかねはい、はい、えこれさ2年半付き合ってて毎日電話してるんでしょ、うん、これなんやろな今更って言ったらあれやけどさどうなんやろ習慣になってないなんか付き合い始めて1か月なんですが彼女が毎日電話したがるんですのレベルじゃないから逆になんか不思議やねんな,など今面倒くさくなったってことうんそう2年半付き合っててわ、うん、かるもちろん次の日仕事やから、はい、なんか今日は。 ね、早寝たいな。うん、電話してる時間にやったら早寝たいなっていう気持ち。もちろんわかんねんけど、うんそれずーっとさ2年半やってて、うん、今しんどくなったんやったら、うん、彼女に対するなんか気持ちが変わったんやと思うねん。はいはいか。もしくはその仕事がちょっと忙しいなってきてるとかね。うん、その自分的にも体力の余裕がぐっとなくなってきてる。ここ最近っていうこともありますけども、そうやな。それもあるけど、うん、やっぱりな。その。 彼女彼氏と連絡取ってることってうん、うん、習慣になるねんもうこうやって毎日してる人ってだからなそこまで「えー、分からへんどうやろ2人嫌いなわけではないんですがって言ってるけどまあまあちょっと気持ちの盛り上がりは落ち着いたのかもしれませんね、うん、当初の彼女へのグッズの愛情のあれからはだからそれこそ私5年付き合ってた人とは毎晩彼も看護師やったから夜勤とか。うん そういういのまあねその絶対毎日じゃないけどほぼほぼ、えー、家帰る時間はい、えー、向こうも私も家から職場ちょっと遠かったから、うん、30分ぐらい大体どっちかがさっき仕事ええー、仕事終わるの遅い方がか終わるの遅い方が電話して、うん、帰る品になるほどと寝る前に2回1日電話してたええー、でもそれずっとやであそうなんかでももう やろ週ねんな家帰ってもお母さんしゃべるようなそういうたわいもないことがあってラブラブな話とかそんなんじゃなくて食った話じゃなくてねお疲れみたいな何しよったみたいな感じのなんかもう習慣ほんまにんか自分がやることのルーティンの中に入ってしまってるというかなんか負担もクソもないというかななるほどねもうんか歯磨くんと一緒みたいな逆にんかそれが一個かけると気持ち悪いは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 い ぐらいの感じやったから、ねどうなる,なる、ね、生活環境もしかしたら、クズ中のクズさんが、うん、こう、2年半経ってから。ね、そういえば、クズ中のクズなんって、YouTube にもコメントしてたけど。そうそうそう。なんか、パワーたんかもね、ね感情なのか、生活環境なのか。わかりますけどね、全然。で、なんか、もしかしたら、彼女も、これ、毎日せんでもいいなって思ってる可能性もあるやん。でもさ、言い出すんって結構むずいよな。え冷めたってことみたいな。 風にも取られかかねへんというか、うん、彼女がすごい楽しみにしてたら、うん、なんかな申し訳ないみたいなもんもあるけどでもやっぱりこういう無理してたらね続かなさそうですけどねずっとあの付き合っていくと考えた場合、うん、ちょっと正直にこのね、うん、体力的にしんどいっていうのを言いたいところではありますけどね。うんうん、でもこの2年半ずっとやってたことが、うん、じゃあちょっと回数減らすとかお互いちょっと。 気楽な時だけにしよう。その方がええやんって思ったらせえへんなるからな。これあそうですか。せえへん絶対せえへんなるはあ<ー>なんやろ。ほんまダイエットと一緒でさ。自分が楽な時だけしよう。うん。明日仕事ない時とか、うん、仕事。今日何もね。無事やった時とかにしよう。うん,うん。うんでせえへんや。 もうなんか絶対こう毎日やらなあかんというか日課にしてる習慣にしてる人が長く続くから絶対一緒やねんな、うん、これってしかももう2年半やってるわけでしょううんうん,、うん、うんどうなしたいですかまあそうやなそのまま続けるか、うん、で嫌じゃないんでしょ嫌いではないけど、うん、ちょっとずつ面倒くさくなってきているということでね。うんうん ほんまに嫌やな面倒くさいなって正直に思うんやったら言った方がいいね。まあ言ってもいいと思います。うん、自分の人生なんでね。人生というのは時間の積み重ねなんでね。うん、時間が大事ですから。名言ですか。ええー。いやまあこれはどっかに書いてるでしょ。う私発信というよりも <laughs> うんと思いますけどね。確かに彼女に言い出しにくい気持ちもわからんでもないなとは思いますけどね、うん。まあまあ電話が大事かって言われたら分からへんけど。うん。うんやけどね。それよってな この体力がしんどいっていうのは事実じゃないですか。うん、で、それを無理して続けるよりも、うん、やっぱ言ってみて、それでね、なんかその、え、それって私への気持ちがなくなったってことって安易に言ってくる人とは、やっぱりこ長く考えたら続かなくないですかいやー、それは違うな。あ、そうですか。私への気持ちなくなったんちゃうかって思うんじゃない<笑><笑> 思いますでもね、うん、その結婚とかまで考えた場合そこを言えずに相手に合わせていくっていうのは果たして正しいんでしょうかやっぱもうこれ続けた方がいいそれは私はちょっとやっぱあれですから、うん、経験がないですから続けた方がいいっていうアドバイスであればそらクズ中のクズさんにはバシッと言ってあげてほしいけどうんそうはなどうやろう。 彼女のの気持ちちが分かかからららへんからなこっちだけの意見ですからまあね。うん。めんどくさくなってきてる。うんまあほんまに嫌やったら言うしかないかな。うん、そんなに嫌じゃないんやったらやっててもいいんちゃうかなと思うけどな。うんうん、意外と繊細な問題でした。関係生にガタつきがくると思うな。ちょっとしんめ,めんどくさいなかな言い方にもよると思うけどそれ伝えるんって難しいよな。うん でも、仕事が忙しくててとかっっいう方で言ったら、なんとかかかなならないいすすね、ね。ず仕事しんどくても今までは電話してたやんってなるかそうやねんな私だってしんどい時あるみたいなことでなんかなんかバトルになりそうな気すんねんな <laughs> でも私だってしんどい時あるけどうん、うん、でもそれはあなたのことが好きやからしんどい中でも電話したいと思ってるうん、うん けどあなたはじゃあしんどいと思って電話したくないんや、うんえー、温度に差があるなって温度に差があるなってめっちゃ思う瞬間ってくんのよなどっちかが結構これ多分ね女性側の方が温度に差があるなって感じるねんなね相手のことを思ってる時間が短い長いとかでごちゃごちゃ言うのよで言ってくるんちゃうかなっていう気がするな,なるほど、ね、ちょっとしんどいなたまににしようって言っちゃうと。うん だからそこまでめっちゃ負担じゃないんやったら続けた方がいいんちゃうかな2年半続けれてたんやったらなるほど、うん、でもほんまに負担になってるんやったら、うん、自分の生活に支障が来るぐらいのなったら、うん、最悪彼女がええんってなっても、うん、仕方ないそれは自分の人生なんだからってぐらい思うんやったら言ってもいいんちゃうっていう感じかな、うんうんうん なるほど。うん。こ2年半ずっとやってるのをブツって切られるってなかなかダメージあるから。なるほどね。そう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 。わかりました。はい、はい。では提供読みお願いします。あこっからやったんですね、えー。相談内容ですから、今のは。提供読みっていうのはまたこの番組はですからね。あえこ、ー、の番組はこは ?9 分時点で提供読みとなりましたけれども。<laughs> この番組ははい。 えー、正直しんどいって堂本剛さんかなって思いましたク中ののさんの提供でお送りします <laughs> あんなに相談真面目に乗ったのに <laughs> 提供読みはこんんなふざけるんですね正直しんどいってもう <laughs> 以来のねどうもさんやんどうもさん以来のね堂本剛の正直しんどいありがとうございますまあまあそんなね、うん、深刻に取らえなくてもいいと私は思いますけど、うん、まあまあ深刻だそうですよ結構。 意外と繊細な問題なんですよ。繊細やな。これは。靴中の靴さん、気をつけてください。<laughs> ね、そうですね。ええー、ついててるてるさんから、おでんの差し入れありがとうございます。ちょっとね、あの、あ、ますみちゃん、お膝大丈夫と。ありがとうございます。ちょっとね、十日ほど前に、まあ、十日ほど前で、これ、あ、ラジオ上げてますね。上げてるか、うん、ラジオで、ね。十、はい、日ほど前に、ちょっと部隊長にね、膝弱したんですけど。はい、なんか、あの、折れてるとか、なんか、剣が切れてるとかっていう感じではないかなっていう感じがしたので、病院行ってないんですけどね。 うん、なので放置してたらマシになりましたちょっとでもたまにぐっと深めにしゃがんだり何、うん、か階段降りる時とか痛い時ありますけど大方、はい、治りましたまあよかったです、はい、それはね回復の兆しを見せているということでございます、はい、けれどもちょっとね皆様に今ご相談んていうかねちょっと、うん、あのー、ご報告というかね ご提案というかね、うん、あのお差し入れのことなんですけどラジオトークのねありがたいことに、ね、毎日たくさん頂い,いておりまして多分ね毎日送ってくださる方も少なくないんですけれども、はい、ちょっとですねその、まあえー、我々ありがたいことにお仕事いただけるようになったりとかして、うん、ちょっとその差し入れのね、はい、集計、まあ、集計機能っていうのはないんですよこのラジオトークだから全部私が今まで書き出してた そう、ね、一つ一つお名前と何個もらったっていうのをノートに一個ずつ書き出してるんです、ええええ、書いて読み出してたんですよじゃないとご提供読みできないですよね、うん、そうなんです、はい、ただそれがちょっと最近追いつかなくなってまいりましてですね、はい、ちょっとこれからは、えー、まえ、あ、ったら 気になったお便りもしくはもうこれはというアイテムもあるじゃないですかアイテムの中でもそれはご紹介させていただきたいんですが全てはご紹介しないっていう形に変えさせていただきたいなと思っております我々としてもお差し入れは全て読んでちょっと皆さんとのコミュニケーション送ったら名前呼ばれたというようなふうにしたかったし極力続けてきたつもりではあるんですけれどもまた書き出している時間をまたネタとか。 えー、舞台の企画にぶつけてですね、はい、皆さんに還元していけたらなと思っていますので、はい、本当にそれは申し訳ないんですがだからもう読まれへんかったらいいっていう場合も全然送らなくて大丈夫です、はい、もう我々はまた違うところにエネルギーぶつけていきますので、はい、本当にすみませんがご、はい、理解よろしくお願い、はい、ありがとうございますチャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もするのよ登録してみたらどうどう